5番ホールパー4でございます。さあいい感じで来ている。さあ撮影舞台に徹したイエローです。どういうこと？え？オッケー！あーでもバンカー方向だな。どうだろう。バンカーかバンカー越えたかのですね。バンカー一筋みたいになっちゃいましたね。打球事故の防止のため隣ホールへの打球にはフォアの覚悟を。はい、オッケーです。さあティーショットが結構ね安定してるイエロー。これはしっと決めたいね。悪くない、フェアウェイ。はい、ナイスショット。いつも通りって感じ。今日はティーショット特集で。さあイエロー2打目。まあここまでナイスショットしたら2オンしたいな。176ヤード4番ユーティーで風はフォローなんで大ショットすれば乗る。チェイスでチャンス、チェイスでチャンス。チェイスでチャンス、チェイスでチャンス。バカだね、もったいない。もうなんかイエローらしい見てたね。何も成長してないよ。ボールの上思いっきり叩くといういつも通りだよ。さあいい場所に2打目構えております。はい、ちょっと右から左に風吹いてますので、A オッケー、それそれナイスー。おお近いんじゃない、ちょっと超オーバー。いやナイスー、さすがっす。3打目でもこれ寄せてね。はい、パー取っていこうよ。9番です。9番オクトパス。9番ね、9番タコタコ。完璧完璧、乗って左に切れ、ほらキック、あ短い、アンドペキ、短い短い、短い、ユニ手前でした。フォロー吹いてるのに短い。短い、終わった、ショットは良かった。うまい、止まれ。僕はきつい、思ったよりランデルマン、ランデルマン、ランデルマン、ランデルマン。さあバーディートライが、しかしまあまあな下りです。この下りはちょっと分かりづらいですかね。結構これ転がるんですよね、きっと。なんでこれは新ルールの恩恵ですね。このピンにこうデシッて当ててうまいこと使いましょう、ピンを。うわ、はえ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 、うわ、止まって止まった止まって止まって止まって、いやっぱり転がる。チョンだよチョン。ちょっと顔変わるんすよ。むくむんすよ。むくんで、あの鼻赤くなるんで。
ただまあ道中はしっかり来ている。まあパターがねちょっと風でえぐいですからね、耐えてます、いい感じに耐えてます。あーちょっと右に行っちゃったな、バンカーを、わー右の木の方に入ってってしまった。これはどうなんだ、ペナか OB、 あ、バンペね、ペスね、ペスね、ペペ、それ完璧、おキャンの時間ですねこれ。ナイショ、イエス、ナイショ、今のいい、いいっすね、完璧ですね、完璧ですね。さあワンペで、3打目です。風がここ上げてるんで、はい、4番ユーティで、4番ユーティで今日はアゲンストとの戦い、スコアとの戦い、寒さとの戦い。おー、いいフェード、よー、ナイスオンでしょ、おーうめえ、うめえ、いい、ナイスショット、スリーオン。いい、いけ、フェード、フェード、いけ、ランデロ、ランデロ、ランデライ、ランデナイマン、あー、バンカーランデナイマンじゃん、もう、なんなんだよイエロ、これを乗せてパーパット決めよう、ネジネジして、ネジネジ、ナイスアウト、短いけどね、もう出すだけショットですね、僕は出しません、うん、オッケーオッケー、出ればいいです、そうなんです、そうなんです。ダイヤルパーパット、プル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 、これはフックだね、攻めます、攻めます、ごめん、スライスだわ、そんなスライス、マジでどっちに見えるだって、いや、フックだと思います、フックに見えるよね、なにそれ、ちょっとこれあれですね、ちょっと眼科行ってきますね、さあ、ワンペラの3打目から見事スリーオン、あさあ、いろいろおかしくなってきました、だがスコアは意外とまとまっているリーダー、パーパットです。これはどう見てもちょっともう僕ら自信なくなってきてますね、下ってるんで下りだけ気をつけて、いや切れねえんだ、いや切れないんだ、うわオッケーボギーボギーバカじゃねえか勢いで、登りなんで勢いでいくよ、わかりました、意外とスライスしちゃったりするなこれ、そうフックに見える、はい、だってこう斜面がこうなってるじゃあ打ってみてのお楽しみ、打ってみますね、ね、スライスだよ、ね、だってさ、スライスで来たじゃん、こっちから、そしたらスライスだよ、スライスかオッケー、またダボだよ、もうガンガン行きます